すよね結構。そう思います、うん、話すようになったよね今年の夏ぐらいから。結構私が無理やり距離を縮めて接近しているのでそうなの本当にちょっと近づけてるんじゃないかなと。急すぎてさ。急ですか。なんでそんな急に私に懐こうとしてるの。違うんですよ。なんか欲しいのがあるの言って、うん、怖いんだけど。そんなつもりじゃないのに。そんなつもりじゃないの。そうです。なんかやっぱりレンカさんはちょっと攻略が難しそうだなって思っていたので、ちょっと今までためらっていたんですけれども、うん、ちょっと3期生さんともだんだん仲良くなれてきたなと思っていたので、レンカさんともぜひお近づきになりたい、あわよくば私のママになってほしいということで接近をしています。それは嫌だかな、ね、私は3期生さん全員ママ化計画を行っていて。本当に何なのそれは一体。ママになってほしいっていうだけ。どういうことなの一体。めっちゃ詰められるんですけど私には理解ができないから、うん、私は大前提として赤ちゃんなんですよ、うん、これの認識は大丈夫ですか。あ、大丈夫そう、うん、赤ちゃんなので、うん、あのちょっと気にはなる。布団の上でポテトチップスとか食べます。何の顔。え、どっちですか。仲良くなれないかも。うそうそ。あれ、それだけは許せないんだよ。うそ。私めっちゃ怒られてる今もしかして。え、ダメ派ですか。いや、ベッドの上で何か食べたりはちょっと本当無理だし。ごめんなさい。ダメ。マジか。ダメだった。え、じゃあ、うん、まあ、ちょっと綺麗な方の休日よ。そうだね、うん、なんかいい時の話ちょっと。結構入ったばっかりの頃とか人見知りしちゃって。そうだよね、全然イメージ違う。そうですよね。もうなんか超真面目な大人しい子ってイメージだったけど、気づいたらこんなお母さんたちに育てられてなんか、ね、こうなりました、ね、そんなになっちゃったから。いいんだか悪いんだか。いいんだか悪いんだか。可愛らしいで。